総販から発見された1日散歩切符総販は北海道旅客鉄道で使用される乗車券類販売系のコンピュータシステム、総合販売システム。しかし、2019年の10月1日以降は一部の船車券などの発券と駅の売上管理業務として駅収入管理システムの役目を担っている。総販は JR 北海道の緑の窓口や ツインクルプラザを支えるオンラインシステムで JR 各社で使用されるマルスシステムとは別の JR 北海道独自のシステムである。発見に関わるシステム部分がマルス端末内の一部としてコンピュータのメインメニューに組み込まれている。JR 北海道のマルス端末で発見した乗車券類のデータはすべて相反のホストコンピュータに登録され乗車券類の券番号から データの紹介等を行える仕組みになっており、マルスシステムのホストコンピュータに接続する必要のない自社完結商品の発売の際に利用される。通常、緑の窓口に置かれている端末は販売端末と呼称されるものである。マルス端末のメインメニュー内にある個別業務という項目が相反にあたる。その個別業務という項目はさらに鉄道業。 共通業務と二つに分別される。また、これとは別に旅行業を取り扱う画面を持っている。鉄道業、鉄道業画面は乗車券類を発見するのに使用する。乗車券、自由席特急券、定期券、回数券、特別企画乗車券、イベントチケット、契約乗車票等、自社完結商品は相反を使用し発見されるが、 マルスシステムのホストコンピュータに接続する必要が生じる他社関連の乗車券類、また自社完結であっても、指定券の発見は相反では取り扱っていないので、マルスシステムからの発見になる。相反では他に東京モノレール等の船車券の発見もできる。相反で発見された乗車券類は JR 他社において正式に認められているものではないので、 自社完結商品しか発売することができない。他社関連の契約乗車票は、東日本旅客鉄道に関わるものは、マルスシステムから発見できるが、それ以外の他社に関わるものに関しては、手書きで発売された契約乗車票が使われる。なお、マルスシステムから自社完結商品を発見することもできる。共通業務共通業務画面では、 端末を操作する係員が誤って発見した乗車券類、また乗車券類の変更によって使われなくなった旧券を処理する工場や払い戻しに関わる操作に使用する。旅行業旅行業画面では旅行のパッケージ商品やエスコート商品の発売が行われる。東京モノレールを除く船車券を発見する際にも使用する。旅館券 観光券や航空券の発券にも使用するが、マルスシステムのホストコンピュータに接続する必要が生じるものは旅行業画面を使用しない。相反はマルス端末のほか、PC 端末を用いた広報端末、情報端末から構成されている。広報端末、広報端末では、販売端末や自動券売機等の収入を生産した際に必要になる帳評類の印刷等に、 使用する。エスコート商品での旅行人員管理等も広報イコール端末を使用する。情報端末情報端末では営業成績の閲覧やそのデータの印刷等に使用する。相反で発見された乗車券類券面の左下部分には四角形で囲まれた相反という文字が印字される。券番号はマルスシステムで発見した乗車券類は 数字が7桁に対し、相反は10桁である。相反では、券番号の最初の1桁にチェックリジット、次の3桁が相反端末番号、次の4桁が乗車券番号、最後の2桁が乗車券番号の枝番号になっている。なお、マルスシステムでは、最初の1桁がチェックリジット、次の4桁が乗車券番号、最後の2桁が 乗車券番号の枝番号である。また、相反で発見された乗車券類券面の右下部分には N の文字と、それに続き3桁の数字が印字されている。これは N 符号と呼ばれるもので、相反の収入管理日を示すものである。日中にその日の収入の生産を行う場合、生産後に発見される乗車券類は、生産前に発見された乗車券類と、 日付は同日であっても N 符号は異なる。また、次の日に生産を行うまでは、日付が変わっても N 符号は同じということになる。相反では、簡易委託駅で販売する乗車券類の発見も可能である。この場合、県面に表示される駅名の前に丸、ま、で囲まれた無という表示が付加される。また、発見した駅の駅名印字部分には、 丸で囲まれた、缶という表示が付加される。発見に際しては、缶委託駅を管理する駅に受託者が必要枚数を頼んだ上で発見される。この件面には、発行日の部分は、管理駅における発見日が印字されているが、乗車券類の使用開始日は空欄にされている。使用開始日欄は、受託者がゴム印を応印して、使用開始日を表示する。 乗車券においては通常の乗車区間表記の他に金額式表記のものもある。マルスシステムでは販売端末の画面上部にあるクレジットボタンを謳歌することによって乗車券類を発見したと同時に旅客のクレジットカードで決済できる機能が備わっているが相反に同様の機能はない。クレジットカードの決済で相反の乗車券類を販売する場合、 係員は相反の乗車券類を発見した後、マルスシステムに備わっている CS 金額入力画面から販売する金額を手入れ力で打ち込み、旅客のクレジットカードで決済の操作を行う必要がある。この際、係員は旅客がクレジットカードで乗車券類を購入したことを懸命に明示する必要があるので、懸命に CCR と記された犯行をおうなつする。 C 請とは、旅客がクレジットカードで乗車券類を購入したことを表し、変更や払い戻しに一定の制限があることを示している。R とは、乗車券類を払い戻す操作を行う際に必要な3桁の数字が入る通番のことである。なお、ツインクルプラザでは、マルスシステムの機能を使わず、GCAT や CAT 端末が使用される。ありがとうございます。